とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もメグラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日はコメントありがとうございます。輝くローブの厳選方法を教えてほしいということで、ありがとうございます。輝くローブ、なかなかいい装備ですよね。いろんな使い方ができて、すごくいいと思います。で、できれば防具は、タワーで厳選してもらいたいんですよね。どうしても263が強すぎるので、これをおすすめしたい。でも、すぐ欲しいっていう方は、古代狩りで厳選してみてください。タワーはさすがに時間がかかりすぎます。古代狩りだったら、まあ、それなりの時間で、厳選できると思います。で、欲しいのはおそらく、黄金スキルに、クールダウン、もしくはポーションバリアがついてるやつだと思います。まあ、これを出すのはなかなか難しいんですけども、まあ、古代狩りだと、ワンチャンいけるかなっていうところですね。はい。では、古代狩りのお供え物の紹介をしていきますね。輝くローブは入手は簡単です。ミステリーアーマー。そして、アーティファクトに、守護のトーテム。もしくは、守護のトーテムじゃなしに、ショックパウダーですね。これか。ショックパウダー。このどちらか。この二つをお供えすることによって、忌まわしいウィーバーが出てきます。こいつが、輝くローブ、バトルローブですね。を落としますので、厳選はこいつという風になります。で、ポイントは、まあ、3ポイント触れるんですけども、84%。もう少し上げたいっていう人は、まあ、武器に、まあ、T とかですね。T みたいなルーン文字のやつを入れてあげると、91% まで上げることができます。まあ、こんな感じで、古代人、忌まわしいウィーバーを出して戦っていきましょう。まあ、とりあえず、これで行ってみましょうか。難易度は、まあ25でした方がいいんでしょうけども、忌まわしいウィーバーはちょっと戦いにくいので若干下げた方がいいと思います。それでは行きますね。まあ最初から嫌なステージになったな。ここはね、まあまず出ないんだよ。ここはまず出ないんですよ。まあ出ることもあるんですけどね。確率は、11だったら結構古代人多めだと思います。まあ一応剥がしながら行きましょうか。まあここは、いるいる。多くてもね、まあ2体ぐらいなんですよ。やっぱステージによって全部出ないっていうのはありますので、まあ、ここは2体ぐらいかな。外れ。まあまあこのステージはサクッと、抜けちゃいましょう。このね、いないところに長いしてもしょうがありませんので、いないところはサクッとスルーしていきます。まあまあ、でも、ステージをね、いってだけで、だいぶ運は溜まりますので、無駄ではありません。いや、意外と短かったな。多分、第2、第3のところが、長めなんでしょうね、おそらく。 OK、 まあビーバーは今回たくさん出るとは思うんですけども、どうでしょうか。また俺の嫌いなステージがいっぱい来るね。俺も嫌いなんですよね。でもね、これね、落ちやすいステージっていうのは嫌いですよね。多分みんな嫌いだと思うんだけど、落ちやすいところは嫌い。どうだ、あ、ねえわな、ないな。意外と少ないな。これそもそもがあまり洞窟がないタイプかもね。ないタイプかもしれません。これね、お供え物をして、でさらにレベルまげさ捧げて出にくいっていうのはなかなかきついものがあるよ。いやいや、こ
ここもやっぱりあんまないわ。うん、これちょっと第3ステージに望みを託しましょう。うん、ここもいや、あるか、こっちの方あるか、いや、ないな、多分ない、あ、ないわいや、ひどひどいひどい、あ、うん、ここはある。このステージが多分一番ラッキーかなと思います。もう道もまっすぐだし、すごい分かりやすいのでいいと思います。で、この忌まわしいビーバーが一番戦いにくいんですよ、古代偉人で。おそらく一番戦いにくい。で、何が戦いにくいかって、周りのクリーパーが鬱陶しいのよ。変更がついててとにかく戦いにくい。なので、毒武器を持ってる人は、毒武器で殴ってください。で、毒武器がないよっていう人はもう、影化してドラ使って一撃で倒すとか、こういう風にしないとマジで戦いにくいんで、まあ、戦うときは注意してください。あ、で、それとこれね、エンチャントの幸運の海、これは必ずつけるようにしてください。そうしないとユニーク装備がなかなか出ませんので、必ずつけてください。行くぞ!よいしょー!とにかく嫌なんですね。あー、で、呪いの帯。このね、輝くローブは、厳選しにくい装備の一つであります。なぜかっていうと、忌まわしいウィーバーね、4つ装備落とすんですよ。普通の古代人は3つしか落とさないんですけども、こいつ4つ落として、両刃斧とトリック棒、そして狼の鎧と、バトルローブ、この4つを落とすんですよ。で、この中から、輝くローブを厳選しようとするとやっぱちょっと難しいので、根気は必要になると思います。でも、両刃斧系、そしてトリック棒系の、ピンクスコーンドレルとグリーンメナス、それあたりも、厳選しても強いので、まあ、その3つを見ながら気長にやっていってください。そうするとね、まあまあそのうち出ると思いますので、頑張ってやっていきましょう。もう少し回ってみようかな。いや、もう洞窟なかったですね。今回大外れでした。レベル6も捧げたのに。それでは戻ってきました。全然出なかったね。で、戻ってきたら、必ず商人に話しかけて、アイテムを、チェックしていきましょう。まあ、3、4回交代していけばいいかな。あ、これなかなかいい装備だと思うね。うん、まあまあ、そう、うまいこと出るとは限りませんけども、まあ、商人からいい黄金装備が出るっていうのは結構あるあるなので、必ずチェックしてみてください。はい、ということで、今日はコメントありがとうございました。輝くローブの厳選方法ですね、ぜひタワーで周回してほしいところですけども、すぐ欲しい場合は、古代狩りで厳選してみてください。ちょっとね、難易度は高いんですけども、やってればそのうち出るかと思います。頑張ってみてください。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。